横須賀港のランドサット衛星写真横須賀港の地図横須賀港は神奈川県横須賀市に所在し東京湾に面する港湾港湾管理者は横須賀市港湾法上の重要港湾高速法上の特定港に指定されているまた周辺地区は都市景観100選に選定されている東京湾の南西部横浜港の南にあり東京へは 陸路5 5トル回路25回り。港湾区域面積は55294655 55平方メートル。バース数はちょうど100。港湾区域は北から追い浜、深浦、長浦、本港、新港、平成、大津、馬堀、橋宇鴨居、浦賀、栗浜、のびの13地区に分けられている。 周辺の海岸線が入り組んでいるため天然の良好となっており、浦賀地区と栗浜地区は東京湾内の主要な港湾で唯一、浦賀水道航路を通らずに外海と行き来できる。東京湾の入り口にあたる港として、幕末には黒船が浦賀沖に来航、ペリーが栗浜に上陸するなど、古くから江戸、東京の玄関口となってきた。 明治以降は大日本帝国海軍の横須賀鎮守府が置かれ、軍港として整備、発展する。現在も海上自衛隊の横須賀基地があり、アメリカ海軍第7艦隊が横須賀基地を置くなど、軍港としての側面を持つ。なお、両基地の近海は一般船舶の乗り入れが禁止されている。商港、工業港としての横須賀港は1865年に、 横須賀製鉄所の設立が決定したことを起源とする。主要な輸出産品は自動車で全体の90%以上を占める。主要な輸入産品は原子力発電の燃料として使用されるウランなどの放射性元素が70%近くを占め、冷凍魚介類がそれに次ぐ。中でもマグロは日本有数の取扱い量を誇る。また、 沿岸漁業を行う漁港として利用されている地区もある。栗浜地区はフェリー及び旅客船が発着している。一帯は2018年7月14日港、オアシスの登録をしていて、港オアシス、ペリー栗浜として代表施設である旅客船ターミナルを、にぎわや情報発信の拠点施設として、横須賀市の新たな観光拠点を目指している。 横須賀港に停泊中の長戸国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成蒸気と同じ岸壁に停泊中のロナルド・レーガン国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成住友重機械工業横須賀製造所の橋型クレーンと r バーク級ミサイル駆逐艦 ありがとうございます。